久々に 3COINS の前を通りかかったら、すごくね、気になるものが売っていたので、昨日見たときは、すごい買おうか悩んで、買わずに帰ってきたんですけど、やっぱり今日欲しくなってしまって、帰りに、また 3COINS 寄って買って帰ってきました。何を買ったかというとですね、一つはね、こちらですね。三脚自撮り棒という商品です。すごくなんか変わってるなと思って、三脚にもなるし自撮り棒としても使えますというタイプのもので、買った決め手としては結構ね長くやっぱ伸びるっていうところがいいなって思って買いました。 3COINS なんですが1100円です。まあこれ1000円だからそんなに大して期待はしてなくて、でしかも置いてあったんですよ、ちゃんと実物が。で足の感じがちょっとねスカスカな感じがちょっとしたから、もしかしたら重りをちゃんと補強してあげないと外とかで使う時には難しいかもしれないよね。ちっちゃいリモコンがついてるっていうのもポイント高いですよね。素晴らしいと思いますこれ。でもう一個がねこちら Bluetooth のワイヤレスイヤホンです。1650円とこちらもすごく安い、出たばっかりのようで3月16日発売だったようなんですけども、だからちょうどその発売日に自分は見に行ったっていう感じなんですよね、たまたま。で自分がね今使ってるワイヤレスイヤホン、ずいぶん前に Amazon で買ったんですけれども、それとね同じような感じの似た形状のものが売ってて、前買ったイヤホンが別にぶっ壊れたわけじゃないんだけど、やっぱり予備としてね1個ぐらいこういったものも持ってた方がいいかなと思って買ってきました。前買ったやつはモバイルバッテリーがくっついてたんですけど、だからちょっと重かったんですよね、分厚くて。だけどそれは今回はついてなくて、ケース充電は5回ぐらいできますと。で5時間聞けると、なんもう全然十分だなと思って。でも正直今使ってるやつは本当にモバイルバッテリーがついてるからめったに充電しない、本当に1ヶ月に1回も充電しなくていい感じ。でもさすがにねこれ5回ということなんで、さすがにまあ週1回とか週2回ぐらいの充電っていう感じになるんでしょうか。はい、こんな感じで外側もとってもシンプルなパッケージになっててかっこいいですよね。充電ボックスに出し入れするだけの自動オンオフのペアリング接続っていうのが全く自分の持ってるやつとね同じ感じでねできるんですよ。なのでとても楽だなと思って、でも再生と停止もできるし、ハンズフリー通話もできるし、でカナル型イヤホンということで、これはねいいね本当に。もう一種類ね売ってて、iPhone のなんかひょんとこうなんかなんていうの、うどんみたいな垂れてるって言われてる、よくもう一個のパターンの iPhone のワイヤレスイヤホンにとてもねそっくりなものも売っていました。それもね同じ値段だったんですけども、そっちはねここがゴムじゃなくって普通にプラスチックになっているものっていうことだったので、多分ゴムの方がねぴったりはまってくれるだろうと思ってねこっちを買いました。であとなんか微妙に垂れてるねあの形状があんまり自分は好きじゃないので、こっちがいいなっていう感じです。はい、こっちはねとっても人気だったみたいで、昨日行ったお店にはもう売ってなかったんですよ。まさかの一瞬で売り切れちゃったっぽくて、地元のね 3COINS に行ったらねまだ全然あったので、そちらで買ってきました。よかったと思って。ブラックとホワイトっていう2色展開になってるので、自分はね今使ってるね黒いやつと同じものが、ね、いいなと思ったのでこっちにしました。これは使ってる時にちょっと光ったりするんだろうか。で早速ね開けてね見ていきたいと思うんですけど、まずはじゃあこちらの三脚から見ていきましょう。三脚もね黒と白があって、まあなんか汚れとかを気になるかなと思って黒にしたんですけど、白でもねかっこよかったかもしれない。結局外にあまり持っていかなかったら、家の中で使うだけだったらねどっちでもいいかなっていう感じじゃないですか。いやマジでさ、こんなのが1000円で買えるなんてすごい時代。結構ねしっかりしてるのもすごくいいですね。これはこういう感じでガチガチとこう、これで合ってるのかな、やり方がわからないんですけど、こういう感じで結構ねしっかりカチッとなっています。で、ここがね、また開いて三脚になると。はい、ちょっと三脚がね、でかいので、ちょっと画面に映らなくてすみません。で、頭の上のてっぺんの方を、どうやって固定するんだ、これ。携帯を固定するっぽいんですけど、こうかな。あ、すごい。こういう感じでしまえるようになってるんだ。で、携帯を、まあちょっと今、せっかくなんで挟んでみましょう。こうして、画面が汚いな。はい。汚い画面はちょっと無視してください。はい。こんな感じで、裏側をこんな感じで挟めて、ほら、ひっくり返しても落ちない。すごく頑丈になっています。で、これね、すごく伸びるのがとってもいいなと思って、ちょっと伸びきったものは全然映せないんですけど、すごいですよね、これ。めっちゃ遠くに置いて撮影ができるのはとてもいいと思います。で、この根元のとこに、リモコンがついています。電池も変えられるようです。
ペアリングをしてみたいと思います。ここをね、2秒ぐらい押すと。全然接続できないですね。成功するとデバイス名はセルフィーピックというふうに出るそうです。なんですけども、やり方が悪いのか出てくれないです。なんでだろう。あ、出た、出ました。やっと出ました。しました。5分ぐらいかかりましたが、なんとかできてよかったです。はい、でこれで写真をじゃあ撮ってみようか。ちょっと何も撮るものがないと悲しいんだけど、こんな感じで、すごいやり方しちゃってるが、これで撮れるでしょうか。いきます。ボタンを押します。残念ながら今ね、ちょっと三脚の前に三脚を置いてっていうすごいことになってるので、全然いい感じの写真ではないですが、まあ撮れたのでよしとしましょう。あれだな、携帯を撮るのがとっても大変だ。強く挟まりすぎている。よし、こちらがセルフィースティックでした。すごくね、いいものを手に入れたと思います。これも活用して外でね、撮るときとかはこれ持っていきたいと思います。思ったよりね、ちっちゃくコンパクトになるのでとてもいいんじゃないでしょうか。いい感じ、いい感じ、マジで。それなりに重さはあるんだけど、普通にカバンに入れてもそこまで気にならないレベルだと思います。はい、ではこちらの問題のこちら、はい、おお、結構ちっちゃいな本当に。で、説明書も入っています。下にしよう。よいしょ。ちょっと、めっちゃいい感じ。おぉ、すごい。なんか正直、今使ってるやつよりもおしゃれな気がする。開けるのが開けにくいとかあんのかな。ここから開けんだよね、きっと。はい、こんな感じで、ここにね、4つボタンがあるので、おそらくこれは充電の残りを示すものだと思います。で、L と R。おぉ、電池がもう入っている。充電されてるようで。光り出しましたね。青と赤に光っています。真ん中のボタンはリセットボタンかな。なんだろうこれ。お、はい、でこれが充電のケーブルですね。でさすがにここの替えはねついてないので、もし合わなかったら自分でね好きなものを買ってつけろということでしょう。はい、説明書はこんな感じ。真ん中の4のボタンは充電のオンオフボタンらしいです。へえ、よかったよかった。充電ボックスにイヤホンをセットすると自動的に充電が開始されますって書いてある。止めたりするときにこのボタンを押すんだね。充電途中でも充電ボタンを2秒間押すと中断ができますって書いてある。へえ。はい、これもどんな感じなのか、ちょっとね、音はねお聞かせできないので自分で確認して、ちょっとどんな感じか感想を言ってみたいと思います。出てきてないですね。これだね、ビーンズミュージック。ピャって音だったんですけど、クソうるさいので、音はねめっちゃちっちゃくした方がいいと思います。びっくりした。はい、じゃあね、なんか適当に音楽聴いてみようかな。30分ほど使用してみました。すごくね、気になった点を何点かお伝えできればと思います。まずね、ケースについて。すごく軽くて、形もかっこいいし、いい感じなんですが、やはりちょっと持った時のね、軽すぎる感が自分的にはちょっと安っちい感じがしなくもないっていう感じですが、全然かっこいいと思います。ケースはマジでかっこいい。でこちらに関してあんまり気にならなかったです。今自分が使っているものとそこまで大差がないかな。ちょっとね曇ってるようにも聞こえなくもないけど、まあもう値段を考えれば全然いいと思います。つかむしろ物によっては、曲によってはね、こっちの方がね聞こえやすいのもあった。だからちょっと不思議なんだけど、音はそんなに気にする人じゃなければとってもいいと思います。これで全然十分だと思う、本当に。で、1点ね、すごい、ね、自分のものと今使っているものと違って戸惑ったのが、ここのね、ボタン。こ
これがね物理ボタンだって初め気づかずにタッチパネルだと思ってねずっとこうやってたんですけど、そりゃそうだよね、物理ボタンでした。これは普通に奥にこうやって押し込むタイプのボタンです。これがちょっとね違和感はありますよね。曲をね送るときとか音量上げるときってこれをこう押し込まなくちゃいけないので、自分の耳にこうギュッギュッとこう押す感じ、それがね結構不快に感じるかもしれない。自分はタッチパネルのやつに慣れちゃってるから、なんか普通に淡々ってやるだけで全然できたんだけど、これは普通に物理ボタンなんで結構ねギュッギュッとやんなくちゃいけないので、割とね力を使うところがネックになるかもしれない。それとあと本体のこちらについて、やはりそれはもう値段で比べちゃいけないけど、やはりねプラスチック感がすごいっていう風に思ったのが第一印象ですね。やはり全然ね耳の中に入れてしまえば全く気にならない部分なんですけど、裏側のこのね安っぽさがちょっと自分的には気になっています。まあ、こういうものだと割り切って使うものだと思います。ペアリングも初めはねすごく1回目だからかもしれないけど、なかなかね繋がらなくて不安になったけど、全然ペアリングした後はねもう全く切れることもなく快適な感じでした。ただ1点、ペアリングの時の繋がりましたと切りますっていう時、Bluetooth ボタンのオンオフするじゃないですか、すごい音するんですよ。なので音量を一番1とかに下げてからペアリングをした方が絶対いいです。じゃないとね耳がマジガーンってなる本当に。はい、という感じでね、今回はこちらとこの真っ黒2つ買ってきましたが、とてもいい感じだと思います。充電も今は1しかないので充電して使っていきたいと思います。またね黒だからかもしれないんですけども、指紋が結構目立つのが気になるかな。まあまあこれはそんなに見るケースじゃないからねいいんだけど、白だった方が目立たないのかもしれない。でも白だと多分もっとね安っぽく見えちゃうのかなっていう気がするんだけど、どうなんだろう。でもとにかくこれはね買ってよかったものだと思います。またね1点目の店舗ではなくなってたように多分すぐなくなってしまうような気がするので、気になった方は早めにね買っといた方がいいかもしれないです。また再販っていう感じでするかもしれないんですけども、とてもなんかこんなに安くいいものが手に入るなんてっていう感じで、自分的にはとっても満足でした。三脚に1000円っていうのはね自分的にはちょっと高い出費だなと思って、今ね自分が使ってる iPhone にこうセットしてるスタンドは、キャンドゥで買ってきたもので100均なんですよ。100均の中で一番三脚っぽい形をしているものと思って調べて、キャンドゥがいいんじゃないかっていう感じで買ってきたら本当にいいですね。ダイソーとかセリアとかで見るとなんかこうぐねぐね自分で曲げることができますみたいな、そういったタイプのものが多いんですけど、自分それだとあんまり見た目が好きじゃないので、ピシッとねこうちゃんと三角錐のように広がってくれる方がね自分的には好みなので、これが100円とはって思って、またね本当にこれ壊れてしまったとしてまた同じの買おうかなって思ってるレベルですね。なかなかねこういったもののレビューをすることはないので、だいぶ下手くそだったと思いますが、少しでもね参考になってくれると嬉しいです。イヤホンの説明のとこだけアップにしておきたいと思います。もし買う方いたらこれ参考にこんな感じで操作するよっていう感じで、まあ普通のねワイヤレスイヤホンを使っている方だったら別にそんなに変わったものは特に何もないんじゃないかなっていう気がしますね。音量調節、これがね自分のやつはね上がってんのか下がってんのかちょっとよく分かんなかったので、もしかしてボタン壊れてんのかと思ったけど、一時停止とか1回押すやつは全然反応したし、こちらの3回押すやつも曲を戻すのと曲送りもできたので、自分が分からなかっただけで多分上がってるのかなっていうふうに思います。なんかねちょっとこの音量調節の時だけはなんかね変な音がしたりして、正直もうボタン物理ボタンで普通に上げてしまった方が早かったですね。とかちょっとね耳痛いし、これあんまりやると通勤電車の中でどれぐらい使えるかっていうのはねまだ全然わからないので、結構一応ね10メートルって書いてあるんですけども、やはり障害物で変わるって書いてあるので、どれぐらいこの満員電車の中で使えるのかが気にはなるところですね。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。